FC ロシアンカは、ロシアのモスクワ州クラスノアルメースクを本拠地とするサッカークラブである。ロシア女子サッカーリーグプレミアディビジョンに所属する。1990年にナデズダクラスノアルメースクとして創設された。1998年まではフットサルのクラブとして活動していたが、1998年以降はサッカーのクラブとして活動するようになった。 ナデズダは、ファーストディビジョンで2年を過ごした後2000年に解散。チームの主力は新たに結成されたナデズダ・のギンスクに移籍してプレーした。残った少数の選手は、クラスのアルメースクにおいて、女子サッカークラブを創設。チーム名は、ナデズダ・ボエボエブラトストボとなった。2003年には、ファーストディビジョン西地区で優勝し、2004年に、プレミアディビジョンへ昇格した。 当時モスクワ州知事であったボリス・グロモフの援助もあり、チーム名称を FC、ロシアン化に変更。以降、毎年プレミアディビジョンでタイトルを争う、強豪チームへと成長した。UEFA 女子、チャンピオンズリーグでも、たびたび上位に進出しており、2008年と2012年には、準々決勝まで進出した。ロシア女子、サッカーリーグは、 UEFA 内のランキングでもトップ5に入る、強豪リーグであるが、ロシアンカは、国内リーグでタイトルを争う、ライバルチーム WFC ズベズダ2 0 0 5ペルミと共に、強豪リーグとしての地位を保ち、リーグを牽引する存在といえる。ありがとうございます。